ウクライナ侵攻により、国際スポーツ界から除外されているロシアが、羽生結弦、ANWA や、ネイサン・チェン、米国まで巻き込み、フィギュアスケートの世界選手権、フランスをこき下ろした。ロシア、スポーツ24は、23日から競技が始まる、フィギュア世界選手権について、ロシアは、資格停止。中国は、拒否。羽生結弦とチェンは辞退。フィギュアスケート世界選手権は、史上最も恥ずべき大会になるだろう。見ている時間がもったいないと報じた。北京五輪女子金メダルのアンナ・シェルバコワ、17ら強豪選手がいないことに加え、男子金メダルのチェンや五輪に連覇の羽生結弦が、故障を理由に欠場することなどを伝え、史上最弱の世界選手権と指摘。メダリストの地理的拡大という点では、最大限の効果を発揮するはずだ。しかし、多くのコーチや選手が強い者に勝つ方がずっと面白いというのには理由がある。今回の世界選手権は、間違いなく地球上の最高のスケーターたちの戦いとは言えない。質的にはグランプリのステージにすら達していない。凡人の野望を満たすための水増し選手権に過ぎないと厳しい論調で批判した。大会期間中も、ロシアでは酷評コメントが並ぶに違いない。雪害で市民猛反対の札幌五輪、羽生結弦を広告塔にした JOC の思惑北京でのパラリンピックが閉幕したばかりなのに、気の早いことではある。8年後の冬季五輪に、札幌市が立候補を模索。招致活動が本格化しているのだ。去就が注目されるアスリートまで広告塔として借り出されたが、当の地元はそれどころではなく、札幌でオリンピックの開催が決まったらという仮定を口にした羽生結弦27は続けて、やっぱりフィギュアスケートの選手の皆さんが最高の演技をして、欲しいですし。僕も出たいです。ふふふ。でも、それくらい楽しみにしています、そう話し。カメラに向かって手を振るのだった。3月4日、日本オリンピック委員会 JOC の公式ツイッターに登場した羽生結弦は、札幌五輪への思いを語った。北京五輪後、今シーズンの総決算となる世界選手権は怪我で欠場を表明。今後の進退について明言を避けていただけに、現役続行を期待する一部のファンからは歓喜の声が上がったのだ。スポーツ識者によれば、羽生結弦と同じ動画に登場した北京五輪銅メダリストの宇野昌磨は、さすがに現役でやっている可能性は、かなり低いけれどもと断った上で、札幌五輪を支えられたらと口にしましたからね。仮に札幌で開かれても、その時、羽生結弦は35歳です。出たい発言はリップサービスだとしても、自らの身体を思わせぶりに話し、招致と絡めたのにはいささか、興ざめという指摘もありましたね。あの手この手で世論を盛り上げたい。そんな JOC の思惑が透けて見えよう。除雪活動が先だろう2030年の冬季五輪には、札幌の他にカナダのバンクーバーやアメリカのソルトレークシティ、共同開催でスペインとフランスが立候補を予定している。札幌の地元記者に聞くと、1972年に冬季五輪を行った札幌に対し、北米の都市は今世紀になってから開催されている。また温暖化がこのまま進めば、欧米の候補地では雪が降りにくくなり、札幌しか適地がなくなるとの見通しも出ていますだが、温暖化による異常気象こそが、札幌にとっては大きな問題をはらんでいる。
ここ数年。北海道は大寒波に襲われ、今年は特に札幌が観測史上最多の積雪で、JR や高速道路などが終日ストップし、救急車が雪に阻まれるほど市民生活が大混乱。自衛隊に災害派遣を要請しないなど、行政の対応の遅れを問う声も多く、菅義偉前総理の愛弟子といわれる北海道の鈴木直道知事や、秋元克広、札幌市長の手腕に疑問符がついています。同招致活動より除雪活動が先だろうという不満が募っているというのだ。くしくも札幌市は、羽生結弦の動画が公開される2日前から、市民を対象に五輪開催の賛否を含めた意向調査を開始した。札幌市は賛否の結果は参考にするのみで、あくまで招致活動は続けると予防線を張るが、スポーツ評論家の玉木正幸氏は、世論が賛成と反対で二分されているのだから、きちんと住民投票を行って結果を招致活動に反映させるべきです。そもそも東京五輪で我々の税金がいくら使われたのかなどの総括ができていない中で、札幌五輪を呼ぶのには反対です。コロナという災いにも翻弄された東京五輪の二の舞だけは避けるべきだろう。週刊新潮2022年3月17日号掲載。